なんか洗濯物とかどうしたら行こうかな。なんか荷物がすごくて、そうなんかいつもホテルの人に申し訳ないなと思う。そうなんかめっちゃ散らかすから。そうめっちゃ散らかしてたのに、今日さっき帰ってきたらもう全部元通りになってるから、でもホテルってすごいなと思う。なんかそれはありがたい。コインランドリー行ったことない。どうしよう、行ったことない。人生で一回も行ったことない。うちが一番好き。せやな、せやな。なんかうちがっていうか、まあうちが一番好き。やな。おばんです。今日の夢田さんが初めて可愛いって言ってくれた気がする。あんまり言われない。お化けなんてないさって歌知ってますか？お化けなんて嘘さみたいなやつ。この歌大好きやった。そう。知ってる？ボー知ってる？お化けなんてないだ。すごい、皆さん知ってるんですね、お化けの歌。お化けなんて嘘さ。タンタランタン。どんな。空を自由にになりそう。タイトルしてる。それはドサイモンの歌。ドラえもん。そう、ドラえもんの歌は詳しいですよ。はい、タケコプター。大好きドラえもん。そう。でもドラえもんやったら絶対リーフはどこでもドアが欲しい。絶対どこでもドア一択。そう、それかスモールライト、どっちか。タイムマシーンはいらないです。タイムマシーンなんていらない。タイムマシーンいりますか？だって未来も過去も別に戻りたくない。スモールライトはなんかまずちっちゃくなって、なんかカバンの中に潜り込んで、なんか怒られる時とかにちっちゃくなって逃げる。タケコプターもいらへん。なんかパラシュートで頑張ればいけそう。透明マントって言った人は絶対変態ですよ。絶対変態です、透明マント。知らんけど。そう、どこでもドア一択ですね。アンキパン？アンキパンはいらんかな。記憶力いい方やから。
透明マントがあればフーちゃんの近くにいる。フーがさ、もしさここにおったとして、あーとか言ってさ、バシンってやったらもうもうな、かわいそうやんな。でも透明マントってでもな、損もあるな。そしたら殴られてもな、出ていかれへんから。どこでもドアがいいって、絶対絶対どこでもドアがいいって。どこでもドア一択。ドラえもんそのものが欲しいっていうのは反則でしょ。反則。そんなん言い出したら、だってもうそんなん、もう世界こっちのもんじゃないですか。思いませんか。そんなんせっこいですよあ、ハッシュさんありがとうございます。タワー、ハッシュタワーですか。あ、ハッシュタワー好きなふー、これ今日の朝、そう、目覚ましこれにしてしてたんですけど、今日そう、でもこれじゃないやつで起きました。そう、3つぐらいかけてて今日起きれないと思って。でもハッシュタグ好きなので起きれなかったありがとうございます。なんかあれで起きた今日は、あの iPhone に入ってるさ、パーパーパーっていうやつサイレンツじゃない、何やったかな、あの音、なんていう設定にしてるんやろ。パーパーっていうやつ、パーパーって。ハッシュタワー好きなんだ。そう、危ない音、そう、危ない音、それが一番いいね。やば、足しぶれてきた。よいしょ。せやで。ポニシジュ起きれますか。ポニシジュって起きれる起きれるんかな。リップ変わった。変わりました。すごい、よく気づくね。すごいな。絶対風やったら気づかへん その後同室の人に、それつかもうぜん、ドラゴンボー、うん、目覚ましの音量マックスマックスマックス、絶対マックス。いや今日朝もう起きられへんと思って、なんか集合時間は今日はそんなに早くなかったから、まあまあまあ、うん、大丈夫かなと思ってて。そう、でもちゃんと起きれました。昨日ねめっちゃ寝るの遅くて、そうそうそう、だからやばいな、寝ないとやばいって思いながらお布団入って、はぁってなって、どうしようどうしよう寝れないってなって。そう、でも今日多分目覚めが、なんか目覚めれたんが、なんか多分ここのなんか窓をね、開けっぱにしてて、めっちゃ光とか入ってきて、そう、めっちゃもう朝から光当たったから、もううんって感じでした。朝から光風嫌なんですよ朝日苦手、朝日苦手やから、朝弱い、めっちゃ嫌い朝。そうなんです、ほんまに朝苦手そう、朝日が苦手で、でも今日朝日に起こされた気がする。もうこうやって起きたから、ほんまに苦手。原始的な起き方それな確かに原始的やな。お、眩しいの好きじゃない、眩しいからね朝は。前髪いい感じやな。
久しぶり。ふーちゃん久々です。あ、久々です。なんだこれ。ふーちゃんって帽子好きそう。帽子好きやで。今日も帽子かぶってた。帽子好きやで。帽子好き。お風呂入るのめんどくさいな。こんばんは。ベレー帽、キャップばっかり。水族館行きたい。それな、今日めっちゃ水族館行きたくなってさ、そうずっと画像見てて水族館の。そうで、なんか冬さ、海遊館にしょっちゅう行ってて、大阪の。そう、海遊館にめっちゃ行ってたんですけど、そうだからもう久々に画像見てめっちゃ行きたくなった。分からへん、なんか急に来るなんか水族館。あ、やばい、ちょっと待って、落ちた。あ、あった。風の命。A の裏側見れた。 A の裏側いつも見せてもらってるから、もうあかりんに見せてもらってますから。水族館好き。これやぶした。クラゲ好き。クラゲが一番好き。もうなんかでも水族館行ってもほぼほぼクラゲにしか興味示さへんから、そう。でもちょっとあれには興味示す、あの太ったやつ。なんかちょっとぽっちゃりしてて、なんかボテってしてる魚。なんやったかな、名前忘れた。なんかボテボテしてるやつ、なんか苦しそうに泳ぐ。なんやったっけ、名前忘れた。太ってる。あ、マンボウ、マンボウ。マンボウ、マンボウ、それマンボウ。マンボウは見るの好き。そう、いや、めっちゃ海遊館のマンボウが苦しそうなんですよ。苦しそうだなと思っていつも見てる。そう、なんかうーって泳いでるから苦しいかなと。太ってるか、太ってる、マンボウ太ってない？え、細い？マンボウって太ってるくない？マンボウ、そうですよ。お前、私は台湾人です。お、台湾マンボウって平たいん？マジ？マジ？今度はっちゃけマンボウの歌教えて。教えて、何それ、気になる。面白い。縦長なんや。知らんかった。ずっと太ってるもんやと思ってた。よかった、17年目にして初耳学ですね。魚、深海魚も好きですよ。普通に成長やな。成長。それでまた一つお利口さんになりました。それな、それな。そう、今日はすごい疲れた。千穂ちゃん知らないと思うから教えてあげて。あ、千穂ちゃんは絶対知らないと思うので教えてあげます。もう昨日からずっと千穂ちゃんと連絡してる。
いつもやけどいつも連絡してます。おちぃ、仲いいね。仲良し。なんかでも最初はこんなに仲良くなれると思わへんかった。そう、田中だったわ。そう、全然思わへんかったけど、今はもう何でも話します。何でも話してる気がする。なんかあんまり仲いい人いないんですよ。なんか特別っていうよりかみんなで仲良しやから、そうなんかこの子が一番みたいなよりかはなんかみんなで仲良しって感じ。そう STU、 そうえ、トラブももちろん仲いいし、そうぼっちかよ、ぼっちじゃない、ぼっちじゃないよ、そうぼっちじゃないし、そう、30人ぐらいいるわけやん。30人ってさ1クラスぐらいやんか。でさ1クラスってさすごくない？一クラス全員さめっちゃ仲いいってさ、そんなんね、もう中学校の世界ではありえないですよ。ふうの学校はなかったです、全員クラス仲いいの。そう、まあ男の子と女の子がいたからかもしれんけど、せやで。うん、そう考えたらすごいな。うん、すごい。ん？ガチャって言った。ギスギスしたことないってすごいね。そのままで。もちろんです。なんかでもフーがなんかどうなんやの。分からへん。なんかギスギスしててもなんか今までの人生の中でギスギスしてるのになんか気づかない人間やったから、そう気づかない人やから、そうなんですよ。でもだからなんかすごい平和な人なんですよ。平和望む平和望みます。そう、やめてよ、お化けとか言わんといて。あ、フーが鳴らしてんのかな、もしかして。これかこれや、ふうや、ふうやった。そう。透明マント君かも。ほんまや。こと言うたら逆に見たくなるや。なんか今日足しびれる日やな、3回目ぐらい今日。あうちあうち痛い。
どうしよう、後でコンビニ行きたいのに。ちょっと怖くなってきた。むくんでるんや。あ、むくんでんのかも。最近マッサージサボってたからな。平成最後の5月、そうなんですか。あ、そっか、もう、そっか、そっか、もうラスト5月、平成の。マジ。やば、やば、来年変わんの？そっか、じゃあさ、次のさ、平成生まれの次の代の子たちからさ、言われんのかな？平成生まれなんですか？とか言われんのかな？悲しい。いやいや、平成がいい。平成とか古いとか言われんの？そんなん許さへん。言われるで。やば。でも今大正時代からすごい長生きされてる方って、じゃあ大正、昭和、平成でもう一個生きることになるから4つの時代を。すごい、すごい、それはすごっ。平成ワンの？やばいな。めっちゃ死ぬほど大切に生きよう、この1ヶ月。もう絶対悔いの残らんように1ヶ月過ごそう。もう毎年か、じゃあ毎月か。マジ？やば。大切に生きないと。やっべーぞ。やっべーぞ。弥生時代、弥生か、結構前ですね。フーロスやばいんだけど。3つ、やっべーぞ。昨日サインと写メ会ありがとう。昨日写メ会めっちゃ楽しかったです。あ、そう、写メ会楽しかったですの俺を言おうと思ってたんやった。ありがとうございます。そう、写メ会めっちゃ楽しかった。そうなんです。6、7、8部。そう、8部まであるの珍しい気がする。でも毎回これからあるけど、そう、楽しかった。笑顔レーンでした。笑顔レーン。なんかポーズがさ決まらんくってさ、いつもなんか何がいいかな、何のポーズがさみんないいんやろうと思って。5月50、56万ねんけど、何のポーズがいいかな。みんな何がいいんですか？おすすめがね、なんかいつもあることはあるんですけど。そう、でも風ポーズとは、あ、なんか風ポーズはなんかふーってするんです。ふーってやるんです。ふーってやるポーズです。おんぶポーズ、せよ、どうやってやるんですか。
あ、夢力ポーズも昨日やった。箱ダンスのこれ、これもやりました。これもやったし、何が多かったんやろ。 ET ツンツンツンET いて、あー、窓作るポーズ、暗闇の難しいんですからね暗闇の窓作るの、あれもほんま一発でバチンってはまらないと綺麗に窓にならへんから。ハートポーズ、これもやりました。じゃあよってやりました。あ、そう、ひょっこりはんやらなかった昨日一回も。そう、やるかなと思ってたんですよ。今日はなんかひょっこりはん話題やし、話題の方だからひょっこりはんさんは、そう、やるやろうなと思ってたんですけど、一回もやってないです昨日。そう、一回もやってなかった。そうなんです。ひょっこりはん、あえて避けたどういうこと、なんで避けるの。ナイスひょっこり。そんなこと言っちゃうとひょっこり話してくる。あー、それはやめてくださいそんな同じひょっこりができないひょっこり、同じひょっこりできないからトロブどうも。え、昨日のトロブさんの服装見ましたか。あれはフーのこと好きすぎるやろっていう服装してたんですよ。いや、もうなんか昨日のトロブさんの服装がね、もうあからさまにクリームチーズです私はみたいな感じだったんですよそう、なんか言ってました、ずっと裏で、あれはフーって。いやー、もうアダルトロブでした。アダルトロブ、セクシートロブでした。トロブさんに言ったもうめっちゃクリームチーズやん今日って言ったら、そう、なんかそう、なんか意識しちゃったみたいな適当に返されだした。そう、アダルトロブ、アザトロブ。フーはオフショルとか着るの。オフショルはね、あんまり着ないかも。メスティーはみんな着ないです通じろー通じろー。メスティーは露出はあんまりしないのでみんな着ないと思いますそうですよ、そうなん、残念ですね皆さん。そうなんです。こんばんは。今何時なんやろ一体。40分か速報なんとか、いや、なんとかしたい気持ちはやまやまなんですけど、難しいですよねそればっかりは。オフィシャルなんか普通の握手会とかじゃない日は全然来ますよ。香川県の握手会でもそう、好き、やった、スキピ、スキヤ、スキヤ、
想像して想像して、好きや。あ、そうや、あれティーチャーティーチャーの8時申し込み始まったんで、皆さん会いに来てください。そう、拡散しといてください。よろふー、そう、お願いします。行くぜ。お、マットロブ待ってる、待ってる、やぶした。そう、打ち合わせの前に好きなんだ。お、あ、ありがとうございます。そうなんです、8時、8時ですね。8時って最後か、もう最後、次再販とかになっちゃう。再販です、次は。楽しみー。握手会がね、今もうすごい楽しみです。なんかさ、もう一人の日々が多すぎて、すごいなんか人間に会いたいって感じ人間に会いたい。総選挙応援します、ありがとうございます、頑張ります。いや、ほんまに人間に会いたい、会いたくなるで。なんか人と喋るのっていいですよね。慣れてます慣れてません、慣れとるじゃないです。チームエイトのライブでペダルやってた。そう、それをね、今日あのグンマリアさんとお話ししてて、そう、なんかその昨日ライブあったじゃないですか、チームメイトさんの昨日。だから昨日のライブどうでしたかみたいな話してて、今日。そう、そしたらなんか、あ、そう、ペダルと一緒に行ってきた道とやったよって言ってて、レフがなんかおおってなって、そう、それでね、すごいお話して、めっちゃあの曲好きになったって言われて、グモリアさんにすごい誇らしかった、嬉しいと思って、でしょって言いましたでしょ、めっちゃいい曲なんです、いっぱい聴いてくださいって言ったそしたらいっぱい聴こうって言われて嬉しい。マリアさん、マリアさん面白いし優しいし、めっちゃ面白かった。今日めっちゃ楽しかっためっちゃ楽しかったんですよ今日。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道の手なん、うん、あ、今日のフーテラどうしよう、なんかないかな。今日何もないな。何がいいかな、何がいいと思いますか。あ、死にたくしゃみ、シャミは自然に出るものです。鼻うどんずできない1万人超えた、あ、ほんまや、ありがとうございます、すごい、1万人も。47都道府県、お、47都道府県いいですね。
夜かな。45分。よし。三点倒立できないんです。どうやってやるんですか。シルクロードみたいなのもありましたよね。そういう名前の技。言えないだろ。失礼やな。めちゃめちゃ失礼。上から順に？上から？あ、そうやな。上から行かないと。じゃあ行きます。47都道府県言います。まず北海道でしょ。東北地方行きます。秋田、山形、青森、秋田、山形、青森、山梨嘘ついた。秋田、青森、山形、新潟、岩手、福岡、仙台の仙台は首都じゃない都心じゃない、なんていうんやったっけ、県庁所在地が仙台やから、仙台の県は宮城、宮城、山形違う、もしかして青森、秋田、宮城、岩手、青森やろ、秋田、岩手、宮城、山形、ちょっとやっぱりさ、あれにしんひん、あれにしんひん歴史にしよう、歴史、やっぱ歴史に変更しよう、歴史に、お願い、歴史にちょっと変更しよう、もう一回勉強してからする、勉強してからもう一回挑戦する、歴史に変更しよう、歴史にしよう、歴史に、お願い勉強したらちょっと出直してくるからいいですか？ありがとうございます。やった、しゃ、行くぜ行きますよ。じゃあ歴史、古いのから。ちょっと待って、あ、思い出した、縄文弥生、飛鳥なら、平安鎌倉、縄文弥生、飛鳥なら、平安鎌倉、鎌倉時代の次が安土桃山、違う、ん、縄文弥生、飛鳥なら、平安、安土桃山、あれ、江戸室町、縄文弥生、飛鳥、奈良、鎌倉、江戸、室町、飛鳥、安土桃山で、江戸明治大正やの流れやから、なんかこういうね歌習ったんですよ、でも中学校の時、縄文弥生飛鳥奈良平安鎌倉室町安土桃山、戦国時代、江戸、明治、大正、昭和、平成、どや、出ましたか？つながった、どう？
え、違う、ポンタッチョ2つ抜けて、え、2つも抜けてる、そう、ん、縄文弥生飛鳥なら平安までは絶対合ってると思う違う、ここまで違うかな、なんか微妙、え、数めちゃくちゃ、そう、時代に書いたんですけど、どうしても都道府県が分からなかったか順番が分からない、え、戦国時代ってないっけ、あ、古墳時代や、そうや、古墳時代結構好きやのに前方後円墳とかいうやつですよね、そうや、古墳時代すっかり忘れてた、そうや、古墳時代か、いつの時代も戦国っちゃ戦国、おっしゃる通りです、あ、これはじゃあもう古墳がないから失敗ですよ、古墳忘れたらダメですもんね、あー失敗失敗、こりゃ失敬、最近失敗ばっかりする出直しやな出直します、今はアイドル戦国時代、確かに、古墳か、そっか、え、縄文弥生、古墳飛鳥ならか、縄文弥生、古墳時代飛鳥、奈良平安鎌倉室町か、縄文弥生飛鳥なら古墳鎌倉室町、あ、そういうことか、難しいな、西日本ならいけるんじゃない、確かに西日本ならいけそう、歌で覚えるの初めて聞いた、本当ですか？なんか中学の時いつも歌で覚えてましたよ、全部。なんかビデオ見させられて、なんかあれでした。あの歌舞伎役者の方の、何でしたかな？がやってる NHK さんかな？そうそうそう。がやってくれ、そう、それを見てました。水平リーベとかは歌で覚えた、あ、それも歌で覚えた、水平リーベ僕の船って、七曲がりシンプスね、暗くかーって、水平リーベ僕の船、覚えます、瀬戸内7件すべて答えて、それはわかるすぎる、もうそれはもう言えますよ、もちろん言った方がいいのかな、兵庫、広島、岡山、兵庫、広島、岡山、山口、香川、徳島、愛媛、そう、下地の中とか全然言えます、バカにされてる、やるやんやるよ、瀬戸内48ですからでは小豆島の香川県
三重の県庁所在地。三重はな、つか大津、つ多分三重はつやった気がする。滋賀が大津じゃなかった？違うかな、合ってる？やべして頭すぎ出せた。やろう。そう、あ、ちょっと待って、ランキング読まないと。ランキング読みます。頭良くね。そう、頭いいはずの、いいキャラでいこうと思ったのに頭いいはずなんですけどね。なんか覚えてるやつは覚えてる、好きなやつだけ覚えてるのかな。13位、和幸ケイケイさん、ありがとうございました。ケイケイありがとうございました。12位、はたけんさん、ふーちゃん楽しい、嬉しい、ありがとうございます。嬉しみ、楽しい、嬉しみ。11位、松岡ひなやきさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ふーちゃん嬉しい、ありがとう。いえいえ、こちらこそ。10位、吉田健二さん、ありがとうございました。吉田健一さん、はい。9位、おいでます元気さん、千穂、かのん、ゆみこ推し、ふーちゃん体気をつけて、ありがとうございます。すごい、3人も推しがいるのにふーのことも心配してくれて優しい。8位はすねさんです。すねなささん、ありがとうございます。なそう、好きなそう、アルティメット好きなそうですね。7位、ベンジョンさんは、写メ会楽しかったよ、ありがとうございます。もう楽しかったです、写メ会、サンクス。5位です。5位は陽平さん、昨日ありがとう、ありがとうございました。昨日はありがとうございました。そしてん、5位は吉田さんちの家族くん、フシックはどうやれば治りますか。会えば治りますどうすれば治るかな。確かに。4位、ケンジさん、ケンジさん109、ありがとうございました。ケンジさん、この間もありがとうございました。おやすみ、おやすみ。3位、ででん、3位は誠おしやしさんでした。誠さん、ありがとうございます。昨日ありがとうございました。そして2位です。2位はででん、2位ハッシュさんでした。ありがとうございました。見てますかね、わかんないけど、ハッシュタグ、お、すごい、これでもね、ありがとうございました。1位です。でん、1位はタッツーさん、ありがとうございました。1位、ありがとうタッツーありがとうタッツーです、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん来てくれた、すごいたくさんの方も、バイチャラポー。そう、明日も頑張ります。明日も稽古なんで、今日はダンスの復習とかして頑張ります。皆さん握手会会いに来てください。カミングスーン待ってますね。またバイバイ、おやすみ。あと1分だ。おやすみ、またな。おやすみ、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 バイバーイ。